今日も一日、お疲れさん、どうしろです。吉井です。どうぞです。今日の企画は、34万人イメージ調査はい、2年前ぐらいかな、祝賀市の視聴者の人にイメージを聞きまして、はいはいはい、例えばこの中で一番エッチうまそうな人誰ですか、うんうん、みたいなやつを聞いて、俺らが自分で多分このメンツは多分ないだろう、うんうん、みたいなのを出して、うん、そこから外れてる順位がうぬぼれポイントで黙ってて、一番うぬぼれてるやつ誰だみたいな、はいはいはい、自分の外からの見られ方分かってないやつ誰だみたいな企画をやったんですけど、まあ3人になりまして、はい、改めてちょっと今それをやってみようかなという感じの企画でございまして、今回はまずネットでイメージ調査してます、はい、でその後僕ら来週かなオフ会があるんで、うん、このオフ会の現場で直接会った上でイメージ変わるのかなっていう検証も含めて、なるほど、ネットとリアルそれぞれのイメージをこう集計して、うん、うぬぼれ王を決めようっていう企画でございます。おー、で罰ゲームがあるんですよね、ジョンさん。はい、どうもゲームマスターのジョンです。あ、好きやな。本日の罰ゲーム、そうとなるにはかっこよくなってくれよというところで、うん、あの1ヶ月ずっとあの昔のポール・スミスのセットアップを着てます、そうとなるには。はいはいはい、スーツね。はい、スーツね。で、安行きに関してはやっぱずっと結婚した言ってますんで、うん、あのマッチングアプリ1ヶ月本気でやってもらいます。おー、うん、本気でやんねや。はい、で、宿老は、黒髪にしてリクルートスーツ着てる。ちょっと俺思わない。でも、これあんまりよくわからない。それぞれ思う枠はありますよ、やっぱ宗太郎は俳優目指してるんで、男前から逃げるなというところで、安行きはあの結婚したいんだったらちゃんと彼女見つけろと、4年も彼女いないで、で、セクシーさを身につけてもっと人気になると。で、リーダーはあの今祝賀衆はなんか古着まみれになってるから、ちょっと綺麗なやつ一人よこせというところで、はい、誰が罰ゲームになっても祝賀衆のためになるということで、なるほどね。だから最下位が2人とか3人全員同じ点数だった場合は3人とも罰ゲーム受けてない。マジになる可能性もあるんだよ、これ。あります、だって最下位ですから。確かに、うん、だからよく言えば自分たちのことを見つめ直して祝賀衆をもっと良くしていこうよっていう企画なんだ。そうですよ。なるほどね。100万人いくんでしょ。まあそうやな、うん、そうだ、皆さん応援してください。はい、じゃあそれではやっていきましょう。それでは1問目、はい、一番へたれそうなメンバーは誰。あ、これじゃあ1位を当てたらいいってこと。いや、違います。自分が何位なのかっていうところをホワイトボードで書き出してください。一番下手れそうなんでしょ、これ分かるわ。マジで普通当てるね。自分はやもんな。うん、これね、最上位1位は分かるけど2位と3位はどうだろうね。自分が何位かを書いたらいいってこと。そうです。 OK、 もう簡単やな。1位簡単やな。いや、俺全部簡単やわ。外しようがない。それでは回答どうぞ。1位、3位、2位。おー、ちゃんと割れましたね。俺、ゼロだから、はい、いや、絶対俺こうやと思うで。うん、まあそうちゃう。うん、正解。実態はこうじゃないけどな。まあまあ実態は、ね、まあだから結果出たらちょっと喋ろうか。うん、あくまでイメージ調査なんでね。そうそう、一旦イメージはこうやと思うよ。それでは正解発表します。はいはいはい、1位、安行き、2位、宗太郎、3位、宿老。はい、まあこれぐらいはみんなね、分かりやすいっすよね。そうそう、やっぱ4年やってるから俺らも言うても、うん、上がってきてるよ。実態と違いますからね。実態とは全然違う。一緒やけどな、別に。実態で言うと、うん、1位、2位、3位やから、普通に。そう、合ってます。ヘタレ度でしょ。うん、いや、間違ってますね。間違ってますね、完全に。動画だって。シクロはどう、実際は。いや、僕はだからこの2人よりは2人じゃないですよ、もちろん。あー、こっちがちょっと3位のだ、結構そこも怪しいと思ってますけどね。いや、そこやな。俺も3位とは言わへんけど、こことここはね。ヘタレやろ、だってこれ。ヘタレでしょ。ヘタレな要素ないもん、お前。だってお前、脇屋敷一人とか絶対無理やん。え、脇屋敷一人とか絶対無理やん。いや、それはだから怖がりちゃう話じゃん。いやいや、でもイメージでヘタレって言ったらそう。スイゴが。はい、では第2問、はい、一番彼女から愛されそうなのは誰。そんなんも答え出てるやん。出揃いましたか。はい、はい、それでは皆さん回答どうぞ。2位1位。おお前マジで。まあ同率もありますからね。まあそうやな、割合なんで。確かに、ね、これ確か5人でやった時俺1位やったよ。そうだった気がする。うん、いや俺もこれシクロやと思うわ。だからまださすがにかばってないんちゃうかなと思ってるけど。待って待って、シクロやと思ってるってことは俺3位ってこと。うん、こいつはもうカスやな。知能がないです、普通に。さすが小田さん、はい、回答いきます。はい、1位シクロ、2位安行き、3位小田です。和田ニューヌボレ。あ、ニューヌボレだね。和田ニューヌボレです。あ、そうか、10位と自己評価の差分がうぬぼれポイントですので。
そこまで見えてないか、視聴者。逆に言うと、視聴者のことここまで見抜けてないかってことですかね。そうですね。いや、俺、引いてるわ。次は当てられるんじゃないでしょうか、皆さん。はい。一番偉そうなのは誰？偉そう。偉そう。もう俺、ちょっと視聴者、わからんわ、これ。それでは皆さん、回答どうぞ。1位。3位。3位。おー。いや、俺これ安井家は確かに俺も絶対1位やと思う。俺も安井家は1位やと思う。俺は結構今後荒れそうな結果ですね。おいや、これはだから箱ちゃんがミスってるよ。それでは結果発表いたします。うん、1位安井家、2位宗太郎、3位宿子。まだこれこれこれマジでちょっとわからんな。まだまだやっぱ全然分かってないよ。マジで待ってくれって。いやいや、エロいってその色気的な意味多分入ってんだよ、女子から見て。それを考えて。いや、そういうことか。ちょっとこれリセットしたいな。第3問時点振り返ると、宿郎0点、和田3点、安幸0点ですね。おお、今最もポール・スミスに近づいております。では続いての問題です。一番浮気しそうなのは誰？いや、これは正直俺へのヘイトがどんだけ溜まってるか次第やな。見抜いてくださいよ。はい、出されましたか。はい、それでは回答どうぞ。1位、3位、2位。おっ、バラけた。うん、いや、これ多分そうやと思う。いいですか。はい、まだ帰れますよ。いやいや、もうこれ絶対当たってる。では正解は1位安幸、2位宗太郎、3位宿郎。全員正解でございました。おい、お前ら外せよ。確かにね、自分が当たってもね。いや、何順当に当ててんねん。ちょっと外しようがないっすね。確かに自分の順位は生きるわ、全然。だから書いてからもっとためにいかないと。いや、お前さ、読み間違えてないかみたいな。ああ、そうやな、もうちょっとさやな、議論するか。そう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 、自分の順位は分かるもんな。うん、分かってない。けどね、この辺からこれはどうだろうね。いきますよ。はいはい、続いての問題です。はい、一番オーラがすごいのは誰？1位と2位、これヒントを上げます。1位と2位のパーのズレが1ポイントです。だから誰かが一強とかではないですね。これ1ポイント差です。オーラでしょ。オーラです。オーラか。1回出そうか。そうっすかね。もうちょっと議論は1回出そうか。挟みましょう、挟みましょう。2位と3位も結構差あるの。1位、2位が高くて3位が過数みたいな数字ですね。ああ、そうなんや。これ1人だけ正解してあと2人外したらプラス1ポイントとかあるんですか。つけます。負債ちょっと1個減るとかあるんすか。あ、1人だけ正解したら他の人にプラス1ポイントしましょうか。宗太郎だけ今正解したら安幸と宿郎にうぬぼれポイント1ポイントずつ入るみたいなね。特別ルール追加でいきましょう。追加で入るってことやな。はい、じゃあまずは回答オープン。はい、1位。あ、1位。おお、なるほどね。いや俺も正直迷ったよ。これだから事実で言うと宿郎やねん。ほうほうほう。その街の中で気づかれてるとか。そうやな、絶対そっちやねんけど、そんなにみんな直接会ったことないと思うから。なるほどなるほど。イケメンやねん俺の方が。まあそうやな、こいつより。そうやな。だから俺1ポイント差で。ああ、いやだから1位はちょっと無理ちゃう。いや、まあでも宿郎から動かして聞いてるわけでしょ。多分宿郎が1位。いや、そのなんかリーダーポイントみたいなのはやっぱ俺あると思うね。そうですね、メインチャンネルのインスタ赤で募集させてもらって。やっぱり低いなんか安幸なんだこの3人だと。そうっすね、オーラは別にあんまり。オーラあるねってあんまり言わないと思う。いや、これどこまで見てるかやねんな。でも基本動画やろ。いや、そうだから安幸のその声かけられへんみたいなことをどんだけ知ってるかやと思うね。それが入ってたらそうやねんけど、入ってなかったら俺普通に高いと思うねん、安幸。そうなんですよ。ってなったら一番気抜いて眼鏡でボックスくさぼされてる俺なんよ、3位は。だから和田は自分を当てながら他をずらしていかなきゃいけないんですよ、これ勝つためには。なんかその、結構よくも悪くも舐められるから、そういう崇拝の仕方じゃないと思う。ガチャピン的な存在とか言われるし。なるほどなるほど。ヘタレ1位がさ、オーラ1位ないと思うね。そうだと思う。そうそうだよな。ああ、ヘタレ1位、2位、3位だと宿老相当ですいきそう。そうそう、だからこことここは分からんけど、俺やっぱ1位、2位、3位やと思う、オーラで言うと。あ、相当赤ちゃん間違ってるってことだ。相当赤ちゃん2位やと思う。1ポイントやもんな。そう、1ポイント差なんだよこれ実は。いや、ほぼ一緒なんやな。パーセント言いましょうか。うん、はいはい。1位 44%、 2位 43%。 ちょっと3位何パーセント残ってるの。 13% です。いや、そんな悪かな。この僅差、この僅差なんですよ。オーラやもんな。オーラ、オーラ俺それぐらいやと思うで。え、オーラでしょ。いや、なんかそんな感じないと思う俺。いや、でも俺1位ちゃうか。オーラ、オーラ一番ある。いや、あるでしょ。ああ、まあなあ。いや、実際はそうやと思うで。ああ、なるほど。ただそのそんなに見てない人がどんだけ投票してるかっていうことを考えるや。え、でもインスタフォローしてくれてきたやろ。うん、多分。お前ガチガチで来んなよ。ガチガチで来んなよ。分からんで。いや、もうこれだけど当てた方がおもろいから。俺、これでいくわ。
おぉ、まあ盛り上がりか。ちょっとチキったらあれやわ、うん、まあちょっと旗から見てると一番オーラあるの安行でしたけどね。いやいや、俺の方がオーラ。あー、いいんすやろ。オーラなりさ。2人がいきますよ。3位からいこう。反対からいきます。3位安行。ほら、あー編集権でゴールポイント0です。いやだからここがどっちかっちゅう話やな。どっち言ってほしいですか。いや、それ1位言ってよ。1位言う、うん、1位シクロー。おっしゃー、わざうぬぼれポイント1位。だってこいつどんだけ言っても買えへんねん。もういや、当てに行ったよ、それは。うるいて俺あれで2位にしたら盛り下がるやん。確かに、そんなことない。俺途中で勝てへんと思ったもん。それで当てたらめっちゃかっこよかった。おわおわ、変えてるやん、盛り上がりやん。オーラはそうやんな、多分これ相当ロー、マジで勝てないよ、これちゃんと。っていうかこれもう、2人で持ち越すまでもなく、もう確かに。いやー、マジかー。だから次はね、祝賀司会で毎回議論になる問題です。一番エッチがうまそうなのは誰？いや、これはもう、これけどもうね、俺答え出てると思うねんな。これ、3人の中でやろ。これ誰も外さんと思うで。それでは回答オープン。1位3位3位。あ、え、そう、誰か外してるかな。いや、これはお前絶対間違えてる。マジ？いや、まあ、行こう、これで。え、ちょっと待って待って。お前、けどこれだけは、俺、ここまでこんだけ間違えてきたけど、これはお前間違えてると思う。え、嘘？うん。え、俺の方が下手じゃない？いやいや、最近の動画、お前考えてみ。3ヶ月ぐらい。結局動画でどう見られてるからな、これ。3人体制になって、ほぼ話しないで。やらへんねんとかし言うてへんで。いや、でも俺も結局ソウローしか言ってないで。いやー、お前ほら、童貞とかな。童貞とか、童貞結構俺、拍車かかってる気するけど、なんか。いやー、いや、これはさすがにお前間違ってると思うぞ。マジ？うん。え、これ、兄さんさ、金さん。確かに確かに。兄さん、金さんのスーパーとかじゃないっすね。あー。でも一回さ、差しでやった時どっちが勝ったっけ？多分ギリお前とか。あ、でも巻き返したっけ。いや、お前が勝ったよ。最終シクロが勝ったんだよ。そう。差しでやった時最後お前が勝ってて、で、あれから状況どうなったってなったら、俺、楽しみ、よう分からへんねんなとか言うてる日々が続いてるだけやから、絶対お前の方勝ってると思う。えー、嘘。いや、マジでマジで。なんでソートロを当てさせに行くの。人の良さが出てるよ。なんで当てさせに行くの。真面目。だったらお前は負けるから。だからまあこれで行こう。このまま行った方がいいね。これで行こう、これで行こう、違うと思う。これで行こう、これで行こう。一番エッチがうまそうなのは1位安行、2位ソートロ、3位ソートロ。ほら見ろお前。ひどいっすね。お前何も言ってないな。お前ほんま何してんねん。だから止めんなよお前。もうちょっとで変えさせたらお前二人とも間違えてたやから。二人とも間違えても意味ないんやって。お前何もファンのこと分かってないな。ほんまに。いや、もうファン俺のこと分かってないって。いやいや、逆に俺は実態じゃなくて当てに行く企画なんやから、こっちが。 あと2問っすよ。なんか大チャンスでもあんの。だからラストやろ。何ポイントなん。俺とリーダー間違ってないよ。ゼロだよ。わだ、わだオンリーファイブです。クソ企画生まれ、生んでるやん。え、てか安行は他の人の順位も大体分かってる。いや、今の俺逆やと思って 3、2やと思って。前からの安行が強いんだよね。確かに確かに、強かった強かったな。次の問題です。そろそろラッキー問題ですよ。今まで通りならば一番色気があるのは。あー、こんなんはもう色気か。うずこれで俺が当てたら一旦ゼロになりますか。なりません。さすがにボーナスすぎる。最後の問題してボーナスにしましょう。そうやな。それでは回答オープン。2位3位1位。ああ、ちゃんと1、2、3位なんだ。あ、でも1位の自信あるんや。いや、もうここ崩れたら俺今日何しに来たっていうぐらい負けてるからね。でも安行も色気なんかファン。いやー、いや、安行色気わけじゃないやろ。一応ヒントあげると3位が 5% です。それ以上はもう言えません。ヒントなってないって。いいっすか。大丈夫。一番色気があるのは1位ソータロー、2位安行、3位シクロです。ああ、そうやな。当たってたよ。順当に嬉しないな。最後5倍付けにする。あ、じゃあこれもうビタで当てるとかにする。その全員のやつ。あ、そうしよっか。3連単みたいな感じだ。ビタで当てたらオッケー、外したら6点。今、和田さんが5点なんですよ。だから、外の勝つためには、みんな6点にしないと。まあ、だから、俺外したら、もうオフ会一旦スーツで行って0にするわ。逆にね。ああ、いいんじゃないか。一回0にするとゲーム成立せんから。そうね。さすがにな。オフ会俺スーツで行くわ。ビターで行く？ビターで行ってみようか。ビターで行こう。
みんな外せば普通に順当に総太郎が罰だし、総太郎当てて誰かが外せば並ぶってことやろ。そうそうそう。で逆に奇跡の総太郎だけが当てて他2人が外せばプラス1点も加算されるから、そうやな、この2人の罰ゲームになる。そうやな、総太郎は脱却できるっていう。そうやな、そうしよう。OK、では最後の問題です。一番人間的魅力がありそうなのは誰？これめっちゃ難しい。これ俺むずいと思う。一番人間味じゃないもんな。人間的魅力やんな。そう、いやーこれむずい。これ上下むずい。これむずいと思う、マジで。人間的魅力ね、外すとはずい。何位わかんねんな。いやー、俺は今これ 5% とかじゃないですからね、これは。まあけど俺これを当てる気がします。実体じゃないもん、イメージよ。いいですか。はい、でそれでは回答オープン。1位シクロ、2位ソータロ、3位ヤスユキ。おぉ、2位ソータロ、3位ヤスユキ。おぉ、1位シクロ、2位ヤスユキ、3位ソータロ。おぉ、これはいい感じじゃないですか。俺一人勝ち見えてんじゃないですか。一人勝ちしたら、だから罰ゲームっすよ。そうでしょ。そうやんな。このままいったら俺が一人勝ちするか、そうっていう話だから。これ俺勝ったね。3位お前。人間味やったら俺が1位。でも人間的魅力はちょっと最近なんかリーダーのなんかやっぱすごいねリーダーってみたいなコメント多すぎるんですよ。あ、そうなんよ。そんなことないのに。外れてるかな。やすゆきはやっぱリア公というかファン多いから、その子たちが俺らに入れないでしょ。うん、なるほどね。人間的魅力って、まあ そ, うね、その人の魅力そのものやから。うん、なったら2位にやすゆきが入って俺3位です。曲とかもな、そう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 、実態は俺1位やけど。うん、まあ当てに行くな、これは。いや、なんか人間的魅力って男としては別にキュンキュンしないけどみたいな。でも人としてはなんかいい人というか、イメージは結構あんねん。だから俺結構1位やと思ってて、でそういう意味で安行き3位でも全然おかしくないというか、その男として好きみたいな。人間的魅力はないけど好きみたいな。そう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 。で人間味と人間的魅力は結構イコールな部分あると思ってるから、宗太郎の方が高いんちゃうかな。これ宗太郎が勝ったら2人罰ゲームですよ。そうやな、っていうのも考えてる。俺1位と2位迷うぐらいか。1位が宗太郎の可能性も全然あるなって。なるほど。3位は俺やと思う。あんま人間的な部分があんまり評価されてる感じないから。なるほど。編集頑張ってるとかあんま評価されないな。知らないんじゃない、そんな。なるほど。人間的な部分は多分クソやなって思われてる部分は全然あると。なるほどなるほど。いや俺ね、最近ピン動画安行きいっぱい出してるじゃないですか。出してます、肉焼いたり。あれの面白さで安行きの面白さだいぶいってると思うから、あれ相当人間的魅力票だと思うよ。だからね、視聴者の人はそれを人間的魅力やとあんま思ってないって言うんですよ。いいっすか、リーダー。これ、宗太郎も当たってもらったらどうなんだっけ。宗太郎が当たってたら、2人が罰ゲーム。宿老と安行きが罰ゲームで宗太郎は回避。回避。ああ、じゃあ外れてほしいんか、俺らからしたら。まあ言うたらそうやな、宗太郎には。あ、そう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 。あ、じゃあそれでいく。いやだから俺はこれやと思うんだけど。いや俺1位と2位か分からん。俺宗太郎もしかして1位かもなと思うぐらい。これ全員外してたらどうなるんですか。全員外したら順調にまだ罰ゲーム。そりゃそうだ。5点10点でまた罰ゲームです。だから消去法だよな。1位は多分シクロやと思うねんな、その聞き方すると。人間味があるのは俺そう取るやと思う。1位でしょ。なるほどなるほど。なんで1位と2位で迷うの。え、だからその人間味と人間的魅力をどっちで取ってるかって。そう混合してる人もいるやろな。なるほどね。人間味があるのはプラスもマイナスも混ざってるイメージだけど、人間的魅力っていうとプラスでしかないから、それでいうと宗太郎はプラマインを見せてるから。両方。なるほどなるほど。で俺は多分人間的なとこあんまり動画出てない気がする、正直。なるほどなるほどなるほど。この人あんまりどういう人か分からへんっていうイメージを持たれてるっていう、俺はイメージ。なるほど、ね、これちょっと全員不正解が一番しょっぱいじゃないですか。そうだね、それはそうだね。だからもし一回順位言う前に全員不正解だったらもう一回考え直そう。ああいいっすよ。全員不正解やったらこれ言えばいい。正解者いるかどうか、はい、お願いします。正解者はいます。あああ、じゃあいいですよ。じゃあどっちかってことや。じゃあお前ら頑張ってくれ、罰ゲーム。いやまあ俺これでいくわ、おプラスマンで。お俺これでいきますよ。お俺これ絶対当たってるもん。いいですか、じゃあ、はい、じゃあ2人が罰ゲームになるのか、それともまたのみ罰ゲームになるのか、結果発表です。正解は1位宿老、2位宗太郎、3位康之。しょうもない。しょうもないわ。ありがとうございます。ありがとうございます。しょうもないわ。え、俺10対0。私いや、そうやんな。俺そうやと思うわ。こいつは何も分かってない。
分かった風な顔をするだけ。何も分かってないファンのことを。俺もう自我出すのやめるわ。そういうことじゃない、そういうことじゃない。会議でちょっとこうしようやとか言うのやめようかな。見え方間違ってるね。マジか。完全に。いや、さすがにちょっと非常に申し訳ない気持ちでいっぱいです。全問正解だって。なお前な、別にスーツ着てかっこよくなるだけやけどな。お前、いや、だから申し訳ないな。いや、それをもう普段からしーやって話ですけどね。だからそれで言うと、あのこの罰ゲーム決めるときも言ったけど、最近むっちゃおしゃれしてんねんと。お前努力量を語るな、お前は。結果で示せ。そうやな。山田はオフ会スーツ、まあまあスーツで行くわ。皆さんが見たかった懐かしのね、かっこいい技が見れます。なんでお前だけスーツなんてなるやろうけど。でもやっぱカッコつけていかんとな。そうよ、うん、ヘアメイクとか行くか。もうちゃんとした方がいいと思うけどね。ちゃんとそうやな、美容院って。ちょっとボサボサが目立つからね、最近刺すなって。いや、おもんないろ、これだけやったやろ。そうそうそう、お前だって10やで、お前10-0やから、ダブルスコアやからな。で、これでオフ会でまだ取るってことやな。そうよ、だからこの結果はネットの結果だ。なるほどなるほど。俺はネットの住人じゃないから。はいはいはい。お前らみたいに。いや俺はもう、その対面での人間関係を重視しているから、そこでは俺は外さない。仕事休み系はもう2チャンネルやからね。いや、なんでまあこれちょっと続きはやりますけど、ちょっとあまりに巻きすぎたら一旦僕はスーツでオフ会行ってる。変わんのかな。一人の一票がすごい大きな力を持ってるってことですよね。じゃあこの後オフ会の会場に移動するってことですね。はい、じゃあそれではオフ会に移動します。どうぞ。さあ、ということでね、シュプロシュ、今 YouTube じゃないですか。はい、動画を僕らは毎日撮ってきてると。撮りました。僕らにとってのシュプロシュは、もう集まって動画を撮る、これにつけるわけですね。そうそう。なので今日は皆さんと動画撮りたいなと。おーい。実際にシュプロシュに立つ動画の後半を今からみんなで一緒に撮影していこうかなと。これ実は前半も撮ってるんですよ。はい、前半は撮ってきたんで。さあ、ということで今から撮影していく企画はこちら。人のイメージはネットとリアルで変わるのかなーっていう企画をやっていこうと思います。はい。これ皆さん見たことあるかな。これ何年前や。もう 2年前くらい。ちょうどこれはジョンぐらいか。ジョンがロン毛やから結構前やんね。そうやな。しかもスーツ着てるから、ね、てかだいぶ前やね。入って半年ぐらいじゃない。そうっすね。夏行き夏なる前じゃない。あ、そうかそうか。夏行き半年か。多分俺らが暑すぎるわ言うてスーツ脱ぐ前やから。懐かしいですね。はい。この時に皆さんからイメージ調査みたいなアンケート答えてもらって、はいはいはい、誰が一番エッチうまそうですか。あ、やりましたね。うん、いましたね。そういうのをやりました。はい。久しぶりにやってみようよってことで、うん、やってきました。おっ。なので実際に今ネット上での答えは出揃ってるんですね。はいはいはい。でそれをまあ例のことで僕ら当てて、うん、うぬぼれポイントを言って貯めて、うん、負けたから僕は今日スーツ着て、罰ゲームを決めてまして、それぞれに罰ゲーム背負わしてて、僕はなんか最近おしゃれ頑張ってたつもりだったんですけど服がダサいからお前負けたらスーツなっていうことで大敗して僕は今スーツ着てるんですけど、これの続きを取っていこうということで、はい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 、まあ今日だから今1時間弱30分ぐらい僕ら実際皆さんと会ったじゃないですか。確かに確かに。で今までって動画上のね感想だけなんですよ。はいはい、そうですね。ここで実際に会ったらイメージ変わるんじゃないっていう。おー、なるほど。検証を今からやっていこうかなということで、はいはいはい、早速8問あるんでね。おい、はい、多いね。頑張ろう。答えていきましょう。いこうぜ。なんかもうそれでは一つ目のテーマ、一番人間的魅力がありそうなのは。あ、これを今リアルの僕たちを見てもらった上で、はい、回答してもらうことですね。そうですね。はいはいはい。もうこれ一番だけ決めようか。なるほど。一番は誰かってこと。そうよ、俺らはね。だから皆さんにはこの3人の中で一番人間的魅力がありそうな人を指してもらいます。俺らは僕から当てんねや。じゃあそうやね。ああ、なるほど。うん、だから変わるからな。はい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 、うん、大丈夫か。いけるよ。いけるよね。おかしいんすよね。こいつら結構事前に会議してるんすよ。よし、当てていくぞ。あと、こっから動画撮影のために BGM 切ってますからね。ああ、なるほどなるほど。だから、なんか不安になるぐらい無音が生まれるから、はいはいはい、気ぃつけてな、みんな。はい、わかりました。しゃべり続けてな。はいはい。書いたいよね、うん、名前を。で、実際に会ってみて、うん、一番人間的魅力ありそうなの誰ですかっていうのを俺らは書いて、うん、皆さんに答えてもらうと。これネットないんやったっけ。いや、そんな俺忘れた。はい、僕書きました。
たまらんといてほしいんや。たまらんの味考えてた。ガチで考えてたな。シングルタスクやから、男が。難しいね。それでは行きましょうか。はい。出します。せーの。ポン。安行き。安行き。おお。この短時間で？いや、ここまで来たら普通にやっぱ安行きが一番おもろいってなるんちゃうかな。マジ？まあ、そのライブとかもね、やってたし。あ、そういうことね。結構掴んでるんちゃうのと。いやー、そうちゃう。そう、まあなー、人間的魅力って難しいな。あとやっぱ生で見た時のこの噛み合わなさのおもろさって、やっぱ生で伝わるからね。あー、なるほどね。普段やったらもしかしたらカットしてるかもしれない。そう、動画やったら気持ってもらってるところも可愛いってなるんちゃうかな。全然気持って思われてたらもう俺立っていい。それでは手挙げてもらいましょう。はい。一番人間的が人間的魅力がありそうなのはそうだろうだと思う人挙手。おお。はいはいはい。宿老だと思う人挙手。ほら来たんじゃん。どうするよ。安行きだと思う人挙手。おお。安行きちゃう。ありがとう。えいいね。まぐったんじゃん。まぐった。これまぐったんじゃん。ということでネットの回答がこちら。あ、そうなの、すごい。完璧にひっくり返ってますね。すごいよ。よっしゃ、素晴らしい。めちゃめちゃ嬉しいじゃん、こんなん。嬉しい嬉しい。なあ、3位からだって1位やで。YouTuber としては反省せなあかんけど。今のリアクションを。いやいやいや、これなんかどれだけ伝えたいの。いや、だからやっぱ直で会ったら伝わるよ。はいはいはい。やっとはみんな、本当に。いや、素晴らしい。これ、わからなかったな。いや、第1問から一気にね、変わりましたけど。変わんねんな、じゃあ結構な。いや、変わりましたね。コメントの方では、見てる分には宿老さんと思っちゃいますけども。怖い。あ、でもこれを動画通したら俺なんだよ。そう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 。動画の人間や、俺。そうやな。出てこん方がいい。出てこん方がいいかもしれない。生で見る方が。生で見る方が。あとまあ、ナチュラルに誰よりも負けてた俺はもうどこにも出ない。まあ、みたいな感じで実際変わっていくんで、なるほどね。こんな感じでネットで撮ってきたんで、はいはいはい、このままやっていきましょう。なるほど。オッケーオッケーオッケー。これちょっとみんな分かったんちゃう、はい、1回やったから、うん、要領がね。ちょっと次拍手でいくわ。あ、そうやな、分かる。寂しいわ。ちょっと寂しいね。うん、オッケーオッケー。さあ続いて因縁の設問。一番エッジがうまそうなのは。これさ、これさ、もう1位はもう分かってるやん。だからこれ最下位にしよう。最下位にしようや。オッケーオッケー。1位はもう安い気で分かったから、うん、結局俺とハコちゃんの勝負だよ。そうや。今この見てね、この感じを見てくださいよ。そう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 。このままこのままさ、どう変わるんですか。ちょっとごめん、これ一個だけアピールさせてよ。なんか安いから質問もらって、それに俺ら答えるから。なるほど。これでどっちがうまそうか決めよう。だから今までじゃあ一番女の子が興奮した一言教えてください。女の子が言ったらきつい。じゃあまあなんか実体験ベースはきつい。ほら、恥ずかしがってます。まあ、これスポーツしてるもんな。あ、まあまあ、いいわいいわ、そんな行こうか。一番興奮したセリフ何。あ、言って興奮したセリフ。うん、言って興奮したというか、こっちが。やばい、じゃあ、何言わされたセリフ。何違う違う違う確認してるだけやから教えてほしいだけ。向こうが言って興奮したセリフ。あ、なるほど。いやでもやっぱまだ行かないんで。わぁ、これうまいよ。それでわかんない。一番興奮したセリフでしょ。覚えてない。そうだろうかね。言われてるから。すいません。すいません。本当に手前味噌申し訳ないですけど、例えば僕で言うと、もう行きたくないみたいな話です。ああ、なるほど。ってなると、やっぱ、まあ、うまいのかなという感じはなるじゃないですか。なるほど。そうのかなと思ったんですけど、ちょっと全然。なんか、俺ら、底辺の話をしてるから。そう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 。これでちょっと判断しますね。すいません、みんな。じゃあ、一番下手そうな人いきましょうか。はいはいはい。一番エッチが下手そうなのは、安行きだと思う人、拍手。あ、そうか、まあまあ、そこも一応。まあまあまあ。それで拍手しにくいやん、それ。いやいや、多少割れるよな。いや、こっからですよ、結局。こっからやね。そうそうそう。じゃあ、一番エッチが下手そうなのは、宿老だ。拍手。ちょっと、お、あれ、あれ、なんで待ってくれよ。一回聞こうか。どっちも拍手できない可能性あるから。あ、そうそうそう。一番エッチが下手なのは、宗太郎だ。そんなことになるかな。女拍手されて嬉しないことある。なんでかほんまに聞きたいけど、一番今日キメキメの服着てるの俺やからね。確かに。まあとりあえずネットの結果ね。うん。どうだったか。ネットの結果どうする。いや、だから俺やったよな。そうや。まあ、じゃあ変わってるやん。まだ変わってんね。すごっ。ほんまや。いやいや、拍手ちゃうでこれ。なんでやん、これ。
なんでなんすかね。今のどこにその好きがあった俺。しかもなんか向こうが言ったセリフ的にはなんかちょっとエロそうでしょ。いやそうや、確かに覚えてないの。俺だってソーラーだけやもんなって。そうやっぱ実際に見たらほんまに下手そうやんと思ったってことだよね。現れるやっぱ雑さ、あ人としての雑さ、めちゃめちゃ嫌。めっちゃ嫌やな。ちょっと次行きましょう。一番下手れそうなのは、あこれとかも意外と変わらない。いやこれだからね、そうやったらもうね、いじりますけど実際今日見てよ。いやでもこれは俺さすがにやと思う。下手れでしょ、うん、今日いちいちやもんな。実際に見たらこう思いましたよ。いきます、うん、はい、せーの、そうたろう。そうたろう。ちょっと待って、え、マジか。オープニングでさ、はいはいはい、ライブとかもやってくれてるやん、はい、結構やっぱ堂々としてるし、あそんな下手れってイメージちょっとないんちゃうか。ほんま、うん、ほんまお前財布なくしてあんなバタバタしてたのに。まあ実は裏側でね、こいつ財布なくしてあんなバタバタしてたのに。お前がカードって言ったから俺急いで探さなあかんな思ってバタバタしてましたけど。もう聞いてみようか、これは。そうだこれだから、そんなのちょっとチラッと心細いかなみたいな。ああ。ちょっともしかしたら冗談みたいな言ったけどな。一回聞いてみようか。まあだから一番下手れそうなのは宿老だと思う人拍手。おお。一番下手れそうなのは安行きだと思う人拍手。これ無勝負じゃないですか。一番下手れそうなのは宗太郎だと思う人拍手。あ、でもこれちゃんと数えようか。いや挙手してもらう。一回挙手してもらおう。挙手か。安行きが下手れだと思う人挙手。数えてみる一回マジで。うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28 か。宗太郎だと思う人挙手。え、なんか多いな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2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 9,20
や、これでも分かったかも。そのやっぱここでさ、ちょっとこういう風に言うから、はいはい、変わってる可能性もあるから。あー、なるほどね。ネットの答え、はい。ねえ、こうやって見たらお前もまあまあ入ってるな。知らんかった。まあまあそれはそうだよ。思ったより入ってるんだけど、そう、ちょっとこのさ、やめようかな、もう。だってお前、リアルで良くなったとこないやん。いや、最初だからさ、安行めっちゃグーン上がってたやん。俺だけなんか、会えば会うほど会うほど会うほど男ですよ。だから作ってくれてんだよ、お前。なんかいじられやすいってことがリアルで分かってるわけよ。あ、そうそうそう。だから実際会ったら親しみやすいやん。そういうこと、そういうこと。あー、オッケーオッケー。あ、最後それ聞こう。こういうのが消えるんですか。うるさいな、ボソボソ。これで半年ぐらい走りやるから機嫌よ。次いきます。一番エロそうなのは。あー、こんなんもう一緒でしょ。これもけど、多分印象変わると思うで。え、これさ、だからさ、エロ小僧そうなのか、色気あるエロそうなのか、どっちなんですか。それはもうみんなが決めるから。あ、そうなの。それはそうよ。みんなが決める。ネットもだってこの情報だけで決めてる。確かに、すいませんでした。確かに言うで。いやけど、もうこれ1位でいいよね。これ1位でいいんちゃう。1位だよね。エロそう、むずいな。いや、これはもう結構こいつだと思うで、冒頭の理由通り。行こう行こう。はい、行きますよ、せーの。そうだろ。安行。安行。いや、やっぱ俺ライブ見たらエロって思うと思うな。俺やっぱ総太郎もそう、スーツエロって巻いてる女の子いっぱいいてると俺は信じてるよ。いや、なんか上からやな。余裕ある。余裕ある。余裕ある。急にな。余裕あるやろ、それは。そうそう。俺がどんどん余裕なくなっていくからな。聞いてみましょう。はい。じゃあ、まあ一番ないだろうという、一番エロそうなのはシュクロウだという人、拍手。おぉ。おぉ。一番エロそうなのは総太郎だと思う人、拍手。一番エロそうなのは安行だと思う人、拍手。俺はそれ自分が入ってるんだろ。おー、俺か、マジか。あ、そうだろ、言ってた。え、リアルに話してもらおう。そうだろうだと思う人、拍手。安行だと思う人、拍手。安行だろ。ぬるっとしてんな。やめてよ。これネット通りちゃうかな。ネットの答えはこちら。そうやな。5割言ってるから。ありがとう。でもこれだからジョンが足やったよな。ジョンがいた時やな。あ、そうだっけ。ジョン、監督、俺、みたいな感じだった。
へぇー、安井くんが3番手やったんや。確かに、ジョンがほんまにとか、すましいみたいになってるから。印象がね、印象がね、これ、どうなったら俺らも嬉しいんかわからない。そうやな、マジで、マジで言ってきたら当てたら嬉しいんか。当てることよりも勝ちたいもんな。そうやね、そうやね。次いきます。一番色気があるのは、あー、いいんじゃない。実際今日会ってみたい。はいはいはい。ルパンみたいな声出すな。いや、これはほんまにマジ俺変える可能性あるからね。はいはいはい、行くよ。せーの、ソータロー。ソータロー、ソータロー。やろ、さすがにソーちゃん。俺はこれとランガとどないすんの。いや、ほんまに頼むで、みんな行くで。はいはいはい。一番色気があるのはシクロウだと思う人、拍手。でも俺一人の顔めっちゃ覚えたからね、今。そう、そう、拍手してくれた。あ、ありがとう、ありがとう。安行きだと思う人、拍手。お、一番色気があるのは俺だと思う人、拍手。よっしゃー、よかったよ、よっしゃー、よかったよ、ほんまに。ネットの答えがこちらですわ。おい、おい、なんでこまやん。これはほんまにあれやね、対面でも 5% やね。 5% やね。いや、5% もないやろ。対面やったら 5% ぐらいか。色気はでも相当あろうなんや。今日スーツやしな。いや、やめろお前。結局スーツやったら、だからやめろ。ええやろ。あ、そうや。お前らがそうすると俺どんどんちっちゃくなってくる。次行くね。はいはい。続いて一番浮気しそうなのは。ああ、そんなんさ、これ俺悩むと思うね。悩むか。うん、これは悩むと思います。誰と誰に悩む。だってみんな、へえーって言ってないから。ちょっと悩んでるでしょ、みんな。いえ。行くで。はい、ドン。安井。いや、これがまあネットだとこうなんですよ。ネットはだってリアルでかわいどう変わんのって感じだもんね。これ答えどっちやったか忘れたけど。はいはい、行きますよ。はい、一番浮気しそうなのはシクロウだと思う人、拍手。おお。一番浮気しそうなのはソータロウだと思う人、拍手。ああ。おお。一番浮気しそうなのは安井だと思う人、拍手。これそんな多いや。あ、これ甘んじよ。甘んじよ。ネットの結果はこちら。おお。リーダーって本当なんか極端よね。いや、そうだから3位か1位しかないよな、ネット。そうね、うん。なんでそんなに浮気しそうに見えへんだよね。できなさそうみたいなのじゃん。シクロウは浮気できなさそうだと思ってる人、挙手。おお、ほらほらほら。できなさそうっていうのはどういうことなんですか。誠実だからできないこと。いや、なんかモテなさそうみたいになっちゃう。悪いぞあいつが悪い。お前、いや、だからそれ聞いとくか。昨日の動画見ました、皆さん。占い師にもやっぱり言われましたよ。うんうんうん。シクロウさん、ちょっとモテ、ちょっとモテないんですかね。言われたね。言われてましたから。これだから実際やったらさ、はいはいはい、やっぱちゃうと思うのよ。なるほど。確かに確かに。これこそイメージ変わってるからあるよ。ふざけんな占い師と。そうよ。そう、男の霊師とおらんじゃボケと。では、シクロウを生で会ったら意外にモテそうじゃんと思った人、挙手。おお、日高隼人も。あっち見てたんじゃない。あっち見てたんじゃない。あ、そう。ありがとうございます皆さん。すごいね、うん、生で会ってもやっぱモテなさそうやなって思った人、ちなみにいんのかな、挙手。おお、マジで嬉しい、やってよかったと思うんかい。ありがとう、ありがとう。みんなのおかげでリーダーがあと1ヶ月は元気です。マジ短っ。大切にしてほしい。次が、はい、最後かな。あ、最後ですか。一番彼女から愛されそうなのは、あ、誰。ちょ、これ最後じゃない可能性あるからバッパ行くわ。一番彼女から愛されなさそうなのまでいくか。愛されなさそう。愛されそうなもん大体決まったやろ、これ。そうやな。うん、せーの、ソータロー。ソータロー。安井やってから。ねえ、行くね、パパ行くね。うん。シクロウが一番彼女から愛されなさそうだと思う人、挙手。おお。一番ソータローが彼女から愛されなさそうだと思う人、挙手。一番安井が彼女から愛されなさそうだと思う人、挙手。ネットの答えがこちらです。あー、それ一緒やった。あ、そうか、そうか、のベビやったんや。そうや、これ俺ベビやったの忘れてた。だからそうやって、だから確かにな。
次行こうか。次俺あったと思うねんな。これよ。あ、これか。これ。昨年のオフ会の時僕らはめちゃくちゃ話したんですよ。はいはいはい。だから世界監督がね、うん、匂いだっつって香水みんなで振りまくるっていう時あったから。あの人すごいな。アクセサリーとかね。そうそうそう。グーグルで調べたよ。そう。オーラどうやって出すか。そう。さあこれは実際やってみたら答えが出るでしょう。いきますよ。これ変わるんちゃう。一番オーラがすごいのはこれこそもう答え変わると思うんだよ。分かると思うわ。ネットとネットの答え俺忘れたけど。いきますよ。せーの。シクロー。スズキ。シクロー。いやこれ街中では確実にシクローなんですよ。まあまあそうやな。その声かけられる率とか。いやだからやっぱ結局僕も前座みたいな感じなんですよ。でも前振りなんですよシクロー。はい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 。なんかやってやってやってシクローが出てきてあーシクローって言ってシクローと誰やんの。巻き込まんで引きずろうすかお前。すいません。じゃあ一番オーラがすごいのは総太郎だと思う人拍手。そうだすごい。一番オーラがすごいのは安行だと思った人拍手。一番オーラがすごいのは宿老だと思った人拍手。安行あると思ったけどな。いやーだから僕オーラってキャラじゃないんですよね。おーまああとワンちゃん今俺買ってたけど。そうやな。あネットどうだったでしょ。ネットの答えはこちら。そのままや。ああ、ほんまや。マジ、本当や。本当や。じゃあこれ最後なんで数えます。一番オーラがすごいのは総太郎だと思った人、挙手。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、22、24、25、26、27、28、29、21、22、23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 、24、25、26、27、28、29、
さあ、ということで以上ね、はい、やってきましたけど、はいはい、検証結果は結構変わるよ。そうやね、うんうん、あ、どうしたやっぱ変わんじゃん。お前ら変わったね、2個くらい結構ね、うん、もうちょいちょい変わったね、うん、ということで、皆様動画のご協力ありがとうございました。ありがとうございました。あそこの一覧で、こう皆さんのことしてるんでね。今日も動画見てくれてありがとう。現在僕たちはチャンネル登録者数100万人に向けて頑張っています。という頑張ってます。毎日更新やってるもんね。実はね、実は誰にも気づかれてへんけど、3人になってから週7更新ですと。はい、編集隊長どうすか。いやもう今年まあ50万人攻めていきたいよね。今年中に、今年中にね。っていうことは6月中に34万人いきたいです。34万人、あと2000人ぐらい、あと2000人ぐらいですね。2800人、じゃあ行きましょうよ。頑張ろうよ、頑張っていこうや。いけるよ。なので皆さん、よかったらまだチャンネル登録してないよって方いらっしゃいましたら、ポチッと押していただけると僕らのモチベーションがとても上がります。あと普通に高評価もコメントもいっぱいください。お願いします。 SNS のフォローもね、よかったらお願いします。はい、おい、ということで今日も一日お疲れさまです。